尺は、セリカ尺属の他人層。別名、山人参、小尺、ワイルドチャービル。茎は直立し、上部で分子して、高さは80から140センチメートルになる。葉は五星し、長い柄があり、2回3では上腹用となり、小葉は、細かく裂ける。花期は5から6月。形状か、分子した先端に、副産形果剰をつける。花は五弁花で、花弁は、 白色、果樹の周辺花の外側の二花弁が大きい。学紙片はない。副産系果樹の下にある双方片はなく、小果樹の下にある小双方片は数個あり、卵形から非新型で下を向く。果実は円柱型で細長く、先端が尖り、無毛で黒色に熟す。和結果の高市場は発達せず、床もない。日本では、北海道、本州、 四国、九州、琉球に分布し、産地の湿った場所に生育する。世界では、カムチャツカからヨーロッパ東部までのユーラシアの中北部に広く分布する。花が展開する前の茎、葉は山菜として食用にされる。また、根は山人参と称して食用にされる。しかし、毒を持つ他の植物との区別は容易ではない。 紫ケマンと早茎の形が極めて似ていることに加え生育場所も重複することが多い。実際、尺の隣に紫ケマンが生育していることもよく観察することができる。そのため見た目だけで尺だと判断し採取するのは危険を伴う。特に花の咲かない若葉の頃に両者を外見だけで見分けるのは困難である。両者の違いは以下の通りである。 まず、紫ケマンには尺のようなセリに似た特有の爽やかな香りがない。よって匂いで判別するのが最も確実であろう。紫ケマンには悪臭があると図鑑などで書かれていることがあるが、実際には無臭の場合も多く、香りのない場合は食べない方が良い。また、葉の形も一見よく似ているが、よく見ると違いがある。尺は、 先端が尖っているのに対し、紫ケマンは先端がやや丸みを帯びていて、歯にうっすらと小さな白い斑点がある。花の形は全く異なるので花の咲く時期になれば、容易に判別できる。その時期になれば、尺は畑など好条件では、胸の高さくらいまで成長する一方、紫ケマンはそれほど大きく成長しないようである。北海道などで気化している。 毒人参とも間違えられることがある。ありがとうございます。